はい、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうぜ。星です。はい、今日の動画は何ですか？今日は星のおすすめ漫画漫画結構頻繁にやってくださってね。えマジいっぱい進めたいのか、ね、今日も急遽ねやってもらってますからね。えもうねいっぱい読みてますんでね。あるんだ、そんな新規で。あるね。好きだね、やっぱ星さんね。好きだね。あ、その新規をそんな ねいっぱい開拓していくのちょっとすごいよね、うん、好きだね。なんかさ、やっぱあるとさ、うん、読みたくなっちゃうじゃん。いいね、あるとね。まあまあまあね、すっげーいっぱいあるじゃん漫画って、うん、いっぱいあるよ、うん、もうだから読み切れないぐらいあるから、うん、これでも抑えてる方だけどね、うん、抑えてる方。そうなんだ。抑えてる、抑えてる。すごいね、多分、うん、漫画ちゃん一番出てないけど一番読んでるよ漫画を。だからね、漫画ちゃんに出てこない漫画ばっかを読んでる。まあそうだよね、確かに。そうだ、めっちゃメジャーっていうか最近これおもろいみたいなね、ちょっとまあ尖ったというかね。そうそうそう、やっぱ見つけてきてくれたっていうのがだからいいですよ、我々はね、うん、新しいとこ触れれるから。ちょっと読んでよ、ちゃんと読んでよ。結局まだ結局読んでないおすすめしてもらったやつ読んでないまあまあいい、はいはい、というわけで、まあ今日はね、はいはい、Kさんがね体調不良でちょっとお休みなんで、この3人でございます、はい、うん、はいはい、上司さんお願いします。3つ紹介します、うん、はい、はい、じゃあまず1つ目、はい、ダーウィン事変。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 ダーウィン？ダーウィン？ダーウィン。ダーウィン。ダーウィンね。ダーウィン、ダーウィンって言ってたけど、どうだもう。ダーウィン事変。ダーウィン、ダーウィン事変。そんなに難しいタイトル。すんごいここで止まってるけど。あのダーウィンだよ、ダーウィン。ダーウィンね。ダーウィンね。うが強いんだよ。うが強いんだよ。ダーウィンでいいんでしょ？うが強いんだよ。ダーウィン。ダーウィン。ダーウィン。もうダーウィンの発音いいよ、もう。内容内容。どんな漫画？いや、これね、うん、すっごい最近の中では、うんうん、相当おすすめの漫画。今一押し。一押しだね、存在は知ってるけど知らなかった。あの全5、あ、全じゃない、まだ、5巻までしか出てない。ああ、まだ5巻、うん、だから全然読みやすいです、これから。はいはいはい、うん、でちょっと特殊な話で、人間と猿の間に生まれた子供、うんうんうん、おお、その人を、ね、ヒューマンジーって呼ぶんだけど、ヒューマンジー、ヒューマンジー、チンパンジーと人間を合わせたのか、なんかヒューマンジー。ああ、ヒューマンジー。はいはい。で、その主人、それが主人公の話だ。ええー、うん。それはチャーリーって言うんですけどね。そのチャーリーという、うん、その一匹だけ、一匹、一人って呼ぶのかな。うん、その一人が、うん、いて、それがまあ、生まれて子供、人間の、男性が人間、女性が猿、うん、の間から生まれたわけですよ。ええー。で、その子が成長していく過程の話で、うん、まあそこの話は高校生、高校1年生という舞台から始まるんだけど。もう高校生なんだ。高校生。そのチャーリーというヒューマンジーが、うん、ある、その人は、また親とは別の、うん、育ての親っていうのがいる。ああ、なるほどね。育ての親といって、その育ての親のもとにこう育てられつつ成長していく過程の中で、高校1年生を迎えて、その高校生活という中で始まる話なんだけど、うん、もう見た目は完全に猿なんですよ。いや、これも見たらすごいね。ね完全に猿。猿だね。これ主人公か。そう、完全に猿。すごいね。うん、でも喋る言葉とか、うん、頭の良さとかは完全に人間なの。ああ、じゃあ見た目。人間よりも優れてるかもしれない。いいんだ。いいんだ。うん。で、運動能力に限って言ったら、うん、これ動物寄りだから、すごく。うわ、すごいんだ。相当能力も高い。うん、はい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 。で、そういう人なんで、やっぱちょっと見た目も不思議なもんだから、うん、なかなかこう友達ができないとか、うん、周りからどちらかで言うと、はいはい、まあこう、なんか近寄りがたい存在として扱われて、うん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 、で、まあでもそのもチャーリーはそれに慣れてるから、はい、もうそんな気にしないみたいな生活を送ってて。はいはい、で、その中で、こう、高校生活を送ってると、たまたまある女の子が、すごくチャーリーのことを気に入ってくれて、友達になっていって、うん、で、こうなんか家に連れて行ったりすると、お母さん、お父さんがすごい喜ぶみたいな。
チャリンコ、チャリンコ、うちの子が子お友達女の子を連れてきた、何か、はいはい、何か、育ての親がね、そうそうそう、うん、だ親としたらね、こう子供がそういうね、うん、子供だったのにまさか友達ができて、ましてやそれが女の子みたいな、はいはいはい、まあ、そんなほのぼのした話もありつつ、うん、もっと重要な話はそこに動物愛護団体っていうのがあるわけ。はいはいはい、これは別に、まあ、チャーリーとは関係なく動物愛護団体とか動物の、まあ、虐待みたいなこととか、はい、まあ、そういう例えば動物を食べるっていう行為とか、はいはい、まあ、そういうことに対してそういうのってダメだろ、ちゃんと動物にも命があるんだから守ろうみたいな、はいはい、でその動物愛護団体が非常に過激なわけです、うんうんうん、どん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 過激化していって、うん、まあ、こういろんなその団体を守その動物の命を守るために、うん、まあ、ちょっと悪いこともしてしまうみたいな、うん、そういう例えば、まあ、例えばこう動物愛護団体とは真逆のような活動をしている、例えば肉を扱うような世界のところに対して過激な行動をしてしまうとか、うんうん、はいはい、そういう愛護団体がこのチャーリーをアイコン的存在として扱おうとするんですよ、うん、あ、まあ、象徴にはなるよな、なんかね、そうそう、そういう意味だとね、これを利用しようとする、はいはいはい、はいはいはい、だそこと関わろうとして、うん、そこにこうアプローチをかけて、でもちろんチャーリーは興味がないし、そのことどうでもいいと思ってるから、はいはい、なんてことないんだけど、うん、でそこに関わろうとした時にそこにどんどんチャーリーが巻き込まれていくんですよ、チャーリーは関係ないんだけど、あたかもこれ、うん、チャーリー関連したからこの犯罪起きたんじゃない、この問題起きたんじゃないのみたいな、あ、そうそう、世間の目がどんどん厳しくなってくる、はいはいはい、うん、あのチャーリーがいるからこういう問題が起きるんだ、あ、しんどいね、あのチャーリーさえいなければみたいなことで大事件も起きていくと、でもチャーリーは全くそういうことに本来は関心がなくて、うん、チャーリーは単純に家族や友達を守ることだけを考えて生きていると、はいはいはい、という中にそれを関係のない、まあ、そういう違う大人の、まあ、政治的な関係が関わってくるという、うん、ちょっとややこしい複雑な話なんですけど、面白そう。でこのね、新しい子もある種異物なわけじゃん、うんうん、異物が入ることのこの周りの反応、うん、あ、これがまあやっぱね、なんかある種こう世の中の中でもちょっと異色な人が入ってきた時に人ってこうやっぱそこにちょっと差別的な目を向けたりとかあるわけじゃん、なんかそういうのをねやっぱね感じたりするわけですよ、この漫画を通して。その辺リアルなんだ。そこら辺はねまたリアルで、うんうん、でそこにさらにそういうちょっとまだ謎めいている愛護団体っていう、ただの愛護団体ではないよねみたいな、なんかちょっと政治的な何かがあるよね、もっと大きい目論みがあるよねみたいな、うんうんうん、でこれ読んでいくとね言えないんだけど、うん、すごい展開がどんどん待ってるんですよ、これ非常になんかね不思議な漫画だね、だからそうなんだ、うん、なんかだって星さんあんまりさ SF とかそんなに読まないイメージだけど、ちょっと SF でしょ、だからそういう意味だわ。そう、ただねそのリアルな世界の中にそういうヒューマンジーっていうものが生み落とされるから、うん、はいはい、なんかちょっとねもちろん未来的な話だし、うん、ありえない話ではあるけども、うん、なんか面白いわけよ、リアルな世界の中にしっかりそれが構築されていくから、はいはい、ただこれがなんかもうヒューマンジーがたくさんいて、うん、ヒューマンジー中心の生活ですみたいになってくると本当にファンタジーっぽくなってくるんだけど、うん、はいはい、あくまでも人間の世界の中に一人だけヒューマンジーがポツンと入ってくるみたいな、はいはいはい、まあ、そのある種の刺激物を入れると人間はどう反応するんだろうみたいなのも実験みたいな感じなんだ、うん、ね、ヒューマンジー目線で見えんだ、はい、星さんもヒューマンジーだからね、え、ほう、ほうしね、ほうし。俺ヒューマンジ？俺ほうし、ヒューマンジ？ほうしさんもやっぱ異物だから、え、やっぱそれは、ケイさんにいつもね、いびられてるけど。え、いつかな？いつかな？気づいてないんだよね。ほうし、ヒューマンジっていうのは、ね、自分のこと気づけないからね。そうだよね、自分は普通だとね、多分ヒューマンジ持ってるよね。持ってる、そうやって一緒だから。やっぱ方針も悩みあるもんね、いろいろね。たまに本当にね、だって猿の一面見えるもんね、やっぱ方針は。ね、ほほほほって言われると、そう言われると嫌いじゃないよ、猿嫌いじゃないし。面白そう。だからなんかね、なかなか見ない、やっぱり、うん、もう設定もそうだけどさ、うん、まあ、考えもつかないような、今まで見たことないような漫画だね。はいはいはい。確かに設定はでも分かりやすいよね、すごくね。
スッと入ってくるわ、うん、そう不思議ななんか漫画で、うんうん、だからそこになんかそういう政治的なまたちょっとこうまだ謎めいている世界を動かすような何かが動いてるから、うんはいはいはい、バックグラウンドにやっぱあるわけです、うん、そういうのが、うん、それがまたねどうなっていくんだろうみたいな、うんうん、だちょっと面白いね。でこれチャーリーがね、うん、また運動神経がめちゃくちゃ良くて、ねはいはい、こうまあそういう愛護団体にこう誘拐されそうになるっていうか、まあ、こう奪われそうになる、はいはい、でもめちゃくちゃ運動神経いいから強いの、うんうん、人間のレベルじゃないわけ、はいはい、なんか一人だけなんか悟空がいいみたいな感じだ、そんな強い悟空悟空レベルで強いの悟空レベルで、星割れちゃう、星元気玉とか打つのこれ一気に変わるけど世界が、打たないけど、ね、もしかしたら今後打つかもしれないいやいやまだ今のところサイヤ人、あサイヤ人も確かに猿だもんねやっぱりそう、あそうだそうだだからね、そうだね、だからねそういう面白さも、大猿になるんだ、じゃあ大猿になるか分かんないけど月見たらね、月見たらまだ月のシーンは確かに出てない大猿覚醒ある急に少年誌になるけどかもしんないすげえ、だからそういうのもね、うん、なんか面白い、なんかこう強い、強いんですよヒューマン人は、うん、だから危険視されるってのもあるんだけど、ね、こういろんなあるんです、はいはい、でもすごい優しい人、うん、優しいっていうかね、いやでこれちょっと今僕気づいたんだけど、はい、これ漫画のコミックスの表紙ちょっと今見ながら話してるんだけど、一巻の表紙とか、あの、うん、ダーウィン事変の、はい、これフォントがなんか変だなって思ったら、はい、ゴシック体と明朝体が合わさってるんですよ、はい、えぇ、ー、へ、わかりやすいのは辺見てごらん、辺事変の辺すごいわかりやすいよ、左の辺は四角いのに右はほら丸いのよ、だから混じってんだよ、おもろって思ったもん、これもうロゴが異物がこの混じってるのよ、よく気づいたな、いや僕なんか変だなって思ったら、これやっぱ普段サムネとか作るから字を見てるんだけど、うわすげえって思った、だからこのロゴがもうすごいわ、なんかね一見普通に見えんだけど、あれなんかよく見たらみたいな、確かに。おもろ。星さんもだって名前表記、ローマ字で星の時もあるし、ね、星健太郎の時もあるから、ね、混ざってるんだよね。混ざってる。混ざってはいない。いや、混ざってはいない。ヒューマン字ね。それは混ざってるとは言わない。ただ使い分けてるだけで、混ざってるとは言わない。これから星に行くんですか、星。そんな人いっぱいいると思う。そんなに少なくないと思う。ビートたけしと北野たけしの違いみたいな感じで、確かっていうそんなもんでしょ、言えるでしょ、それ。そうか、猿の時は方針にしますね、じゃあうちでは。いや、ほいや、猿っぽい時は方針、猿の時はないたまにあるから常に人間ザ人間あ、面白そう、おすすめ、うん、おすすめ、いいですね、まだ豪華なのしかない、はい、これ2作目、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、では、はい、2作目、はい、うん、これねドラマ化もされてたんだね、知らなかったんだけど、うん、健康で文化的な最低限度の生活、知らない、なんか見たらね俺も知らなかったけどドラマ化もされてた、ね、でもそんなまだ出てないはず、9巻10巻ぐらい、生存権、生存権じゃないですか、生存権、ああそうそうそう、そう、生存権っていうの、生存権、基本的ね、そうね、健康文化的な最低限度、ああなるほどなるほど、あの憲法のね、そうそうそう、はいはいはい、なるほど、これ、はいはいはい、区役所の福祉事務所で働く新人ケースワーカーの話、うわすごいリアルだね、もうなんかそうファンタジーとかじゃなくて、もう完全なるリアルな設定だ、もうドラマっぽいわ、いわゆる職業ものってやつ、はい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 、設定からするとね、この親はちょっとこう貧困層の人たちに向けた福祉家の話なわけですよ、うんうん、吉岡里帆さんじゃん、実写版ドラマ、ああ吉岡ドラマ、ドラマはい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 、ね、今調べたら出てきたよ、はいはいはい、実写に興味ないんで、実写に興味ない、すごいな、ドラマは何にも反応しない、おーとかないんだもん、びっくりした、フォローしたつもりでいたんだけど、その何追加で、ああ吉岡里帆か、吉岡里帆にこんなリアクションするおじさんいるんだ、吉岡里帆まだ画像でしか見たことないからね、いやいや、動いてるとこ見たことないの、見たことない、まだCM エグ出てるから吉岡里帆さん、じゃあどれが吉岡里帆かまだ分かってない、そんなおじさんいるんだ、すごいな、はい、まあちょっと漫画の話ね、はい、そうですね、うん、今生活保護とかの話が多いかな、生活に困ってる人たちの、うん、まあ、こう福祉事務所なんで、はいはい、それをどうケアしていくかっていう話で、はいはい、新人の女性の方が入ってきて、はい、でも、うん、結構ね絵は、うん、
どっちかというとそんなハードな絵じゃないから、うんうんうん、まあ、割と可愛らしい絵が多いから、うん、はいはいはい、意外とね内容はハードなんだけど、うん、読みやすい、そういう意味で言うと、絵までねちょっとこうきつい絵だったりすると読みづらいけど、うんうんうん、なんか意外と読みやすい。で女性がやっぱこう主人公だから、うん、そういうのも優しさが出てくるから、はいはいはい、読みやすいんですよ。で、ね、まあまあ、生活保護って、まあこうね、みんな知ってると思うけど、それのやっぱ、うん、なぜそうなっていくかの話なんだね、これ。まあ、リアルだね。そうそう、はいはい。やっぱそれぞれにドラマがあるわけじゃん。こうなる理由に、まあね、みんながみんなね、いろんな、当たり前だけど誰もなりたくない。はいはい、でもそうなってしまう状態があるわけ、うん。はいはいはい。環境とかね。そういうのが、うん、そうそうそう。生まれ持った環境とか、うんね、たまたま運が悪くて騙されてとか、いろんな話があるわけじゃん、はいはい。そういういろんなケースを、この人が追いかけていって、とか、まあ、そう助けていく。はいはい、例えばなんかアルコール依存症になってしまう人とかで、アルコール依存症はもちろん良くないんだけど、そこにはいろんな理由があって、うん、はいはい、ね、その事情がある。それをじゃあどうケアしていったらこういう人たちが救われていくのか、うん、ということをこの漫画を通して書いてる。うん、で僕こういうね、なんかね、重そう、なんで、ね、そうある種重いんだけどね、うん、ね、なんでそうなったかっていう話が好きなんですよ、昔から。まあドキュメンタリー好きって言ってるもんね。そうそうそう、やっぱりそれぞれの人生にはドラマがあって理由があるわけじゃん、うん、こういうことしちゃいけないんだけど、うん、なんでじゃあそのいけないことをしちゃったのか、うん、実はその裏にはこの人なりの苦しみがいろいろあったと、うんうんうん、っていうのを知っていくことがね、まあ、好きでね、これまさにそういう漫画です。だからなんか掘り下げる、そういう人を掘り下げていくようなことが好きだったり、うん、その理由、うん、理屈を探っていくのが好きな人には、うん、とっても面白い。すごいね。そうだけど、ね、ちょっとまあもちろんね、きつい話もあるし、でも泣ける話もあるし、うん、いい話もある。はいはいはい。すごいな。で、あとなんかまだ完結してない？あ、完結はしない。まだしてないけど。あ、してないんだ。してないはず。で、これあのその中でやっぱり今度新このケースワーカーさんたちの大変さも書いてるわけよ。うん、いやー、その辺はそうだろうね、そりゃ。で、そうで、その対応の仕方とかも、うん、やっぱりこうどこまでじゃ踏み込んでいいのか、まあ、どこまでこう踏み込まずにこうある程度の距離感を守ったら、ここら辺のね、うん、話なんかもいっぱい出てくるから、うん、はいはい、まあ、なんかその面白い、まあ、人と人の関わりっていうのがね、うん、非常に勉強になりますんでね。高橋さんはここから勉強していただけここからここスタートここ。人との関わりなんか人と人の関わり俺ないみたいな言われ方してる。あるあるあるぞ。なんで俺全く関わりがない人なの。あるある、まあまあある。もちろん YouTuber だから引きこもりがちではあるけど、うん、まあ、その中でもある方よ。引きこもりがちでしたじゃない。俺の生活の話じゃないの。たかしの健康的で文化的最低限度の生活の話じゃないでしょ。いやでも面白そうだね。面白そうだね。リアルだね。リアルなドラマは描かれてそうだね。人間ドラマが。うん。リアル好きだからね、星さん。ね。リアル好きなんで、ね、やっぱり、ね、こういう職業もののね、リアル感が出てくるのは面白いよね。やっぱ知らない世界だから、ね。まあ確かにそうだよね。その職つかないと知れないもんね。普通だったら。これもね、だから漫画の醍醐味だよね。これまさにこういうのはね。なんか星さんのなんか漫画の読み方が分かってきたな。なんかいろんな価値観に触れるのがやっぱ目的なんだ。そうそうそう、読書の一環みたいな。言うたらイメージ ね、 それはあるね。なんかそういう見方なんだなってちょっと思ったな、はい、星さんで、うん、いいこと言うよね。すごいな、いいこと言った今。いやいや、褒められた、いいこと言った、褒められた。珍しくってか言うなよ。言うだろ、俺だっていいことはそれ。最後ですか。いや面白そう。はい、ラスト最後、ゴールデンゴールド、ゴールデンゴールド、ゴールデンゴールド、すごい光ってんね。何それ。 TD 知らないかな、これ。知らない、ゴールデンゴールド知らない。ちょっとこれも変わった話で、相当変わった話だな、これ、うん、これね、説明も若干難しいんだけど、うん、あの、まあ、今ね9巻まで出て救済中なんだよね、ただ ね、 ちょっとね、あ、うん、なるほど、うん、怖そうだぞ。なんか不思議な話、あの、うん、この場所はこれ瀬戸内海のある小さな島の設定で、うん、はいはいはい、本当にこうコンビニもないみたいな小さな島、うん、で暮らしてるある女の子、はいはい、中学生だったの、うん、中学生の女の子がいて、それが主人公なわけです、はいはい、でその女の子がたまたま海辺で、うん、なんか置物を見つけるんですよ、うん、
その置物っていうのがもう耳たぶがだらーんと下がってて微笑んでいて、うん、見たようにはちょっとなんか神様的なみたいな、なんかその神仏的な、はいはい、ちょっとめでたそうな感じ、うん、これね、この表紙に載ってる、うんね、でもちょっと怖さもあるみたいな、なんか怖いな、なんかこの感じ、うん、ちょっと怖さとなんかでもなんかそういうどっかの神様なのかなみたいな雰囲気で、うん、でそれをある祠に置くわけですよ、まあ怒ってたから女の子、そうそう、うんうんうん、なんかそういうものなのかなみたいに思って、はいはいはい、祠に置いて、うん、その祠で、まあ、手を合わせて置いておきたと、はい、そしたらその、まあ、それ福の神って言うんだけども、はいはい、その物自体は、うん、あの作品の中では福の神と呼ばれて、うん、その福の神が夜動き出すわけです、お動き始めて、うん、その女の子の家に行くんです、うん、え怖っ、うん、でその次の日から女の子の家に普通に暮らし始める、うん、怖っ、あのドラえもんのように、ね、これが、はいはい、ドラえもんならまだ受け入れられるけど、これがこれちょっと受け入れられないよな最初、怖いよ、ご飯とかも食べる、ご飯食べんの食べめっちゃ怖いじゃん、えでよく分からないわけです、その、うん、じゃあ普通さそういうの来たら、うんうん、なんだこの子こいつ何とかなるじゃん、うんうん、でも誰もそういう反応しない、うん、えどういうこと、なんかもうあたかも最初からいましたよねみたいな感じで、ああもうなんか扱うわけ、その辺がもうだからこの力なんだこのね、よく分かって、女の子だけはなんかそういうのがちょっと分かってて、何なんだろうみたいな感じなんだけど受け入れていって、まあでも大事に扱ってて、でお母さんとかもすごい大事にしてるわけで、その家は民宿をやってたの、はいはい、うん、まあ、民宿とちょっと雑貨みたいなの売ってるみたいな感じで、はいはい、まあ、メインは民宿で、でも全然やっぱもうそんな小さな島とか儲かんないみたいな、うんうんうん、でも福の神が来始めてから突然その民宿に毎日のようにお客さんが来て満杯なの、ずっとすごいよ、ずっと満杯で、もうなんかちょっと増築とか増やしていったりして、もうちょっと止められる場所を増やしたりとか、もうそれぐらい人気殺到になっちゃった、すごいじゃん、まさにそれは福の神のおかげでそうなったんじゃないかみたいな感じなの、うんうんうん、はいはいはい、でももちろん誰もそれはなんていうの、そういうことは言わないんだけど、はいはい、なんかそんな感じだよねみたいになるわけ、うんうんうん、でその後そのお母さん、普通のお母さんだったんだけど、うん、コンビニを始めようとするわけですよ、うん、あ、じゃあちょっとお店を出そうと、コンビニをこの町で初めて出そう、そしたらそのコンビニがまた大ヒット、うん、ほう、さらにはそのコンビニでは終わらず、うん、今度町で今までそこにスーパーが1軒だけあったんだけど、うん、そのスーパーに負けないような大きいスーパーを建てるんですよ、ことか、え、なんかすごいね、うん、でどん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 出世していくわけですよ、成功していくわけで、それだけだとやっぱりすごいいい話だと、うん、この紙で、うん、あ、なんかこの紙だけで、まあね、あ、いろんな幸せになってきた、やったじゃんってなるよね、でもなんか気な臭い話もいっぱい出てくるわけですよ、そこに、うん、なんかそこのやっぱスーパーに対してよく思ってないスーパー、もともとあったスーパーがあって、まあ、よく思ってないスーパーがあって、そりゃそうでしょ、まあそういうスーパーはなんかそういうことで攻撃をしてきたりするんだけど、うんうん、でもなんかその人がいなくなったりとか、怖っ、とかなんかいろんな話が出てくるわ、あー、なんかそういう裏もあるんだ、ただの神じゃねえんだ、だからで、さらになんかお母さんの、うんうん、その作中の中でお母さんの目も、うん、まるで洗脳されてるかのような目になってくるわけですよ、うん、怖っ、描き方が、だからなんかそれでおかしくなってくるわけです、だんだん、あ、お金お金みたいになってくる、まあそうなる、いや、まあそういうことね、だからなんか福の神にこれ操られてんじゃないの、うん、みたいな、はいはい、うん、っていうような話になっていって、さらにだんだんこの話が展開していくっていうお話です、はいはい、おもろそう、そう、おもろそうだね、だから なんていう漫画みたいな、ホラーのような、ホラーじゃないような、何とも言えない、ファンタジーのような、ファンタジーじゃないような、はい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 、なんか不思議な話なんですよね、不思議だね、不思議、確かにお金版ヤバドラえもんね、だから、そうそう、そういうことだよね、島は実は潤っていくんですよ、どんどん潤っていく、はいはいはい、なんかそこからいろんな人もいっぱい集まってきて、観光客いっぱい来て、どんどん潤んだけど、なんかただ潤っていいよねっていう話だけにはならない、ちょっと狂い出す部分もそれあるよね、何かちょっとそう不思議な何かが語られてるという話です、これ怖いね、怖いんですよ、なんか怖いっていうのはなんかね、本当ね、常にそういう怖さが漂ってるって感じ、なんとも言えない感じ、ドカンとは来る感じじゃないけど、まあ後々だんだんね、やっぱそれがね、少しずつはいろいろ来ますんでね、
最初はね、最初は面白い、普通に面白いって話なんだけど、なんか成功していくサクセスストーリーみたいな感じでもなんかちょっと違う部分が出てくるなみたいな、でそれがどんどん色濃くなっていくみたいな感じ、ね、まだ解決してないんだから、それ連載中だから。そうですね、気になるね、そいつが結局何なのかとかね。そうなんですよ、ね、気になるね、謎の話、最後の、うん、不思議な話これ、結構そのね、ファンタジー寄りっちゃファンタジー寄りだけど、それやっぱ、ね、中身は結構やっぱいいんだ、そういう星さんでも好きな感じなんだ、中身はね。そう、まあちゃんとリアルな世界の中に、うん、まあなんか服の神というか謎めいた何かがポンと降り立っていって、はい、なんなんだ、なんかそこに別にこう魔法を使うとかではないから、はいはい、人間のなんか危うさみたいなのが出てくるわけです、はいはいはい、はいはいはい、そういうやっぱ人間が成功していくことによって、うん、どん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 周りが見えなくなっていくじゃないけど、うんうん、そういう危うさみたいのを感じるわけです、はい、なんかそういうね、何とも言えない不思議な危うさと、うん、なんかそこの、まあ、ちょっと謎めいた福の神という存在がね、まあ、微妙、めっちゃなんか面白いんですよね、よかったね、これも。どれがおすすめですか、3つで。確かに、どれが、まあ、一番読みやすいのはこれダーウィン事変だよな、一番な、読みやすいんだ、読みやすいね、やっぱり入りやすいしね、はいはい、ゴールデンゴールドは面白いけどね、うん、ちょっとやっぱ特殊だね、うんうん、確かにね、特殊そうだね、特殊、ちょっと怖そう、まあ、やっぱり、うんうん、高橋さんにはやっぱりさ、健康で文化的な最低限、うん、それしか進めないじゃん、ね、俺には人間関係をね、なぜ俺人間関係悪いやつみたいな言い方しないで人間関係を学んでからじゃないのよ割とちゃんとやってる方であると思うけど、頑張ってるけど、うん、まあまあ読みたいよでもね、うん、すごいね、星さん、そのどこでこの何出会うのよ、このまず。いや、なんかネットでたまたま、うん、見たり、あとは本を借りに行くんで、うん、はいはい、本を借りに行ってる時にパッとこう置いてあって、ちょっと今ここで、おすすめですみたいなあったりするじゃん、あ、うん、その借りる場所で、はいはいはい、そうすると見てみて、あれ、なんかこんな面白そうなのあんだみたいので、借りる場合が多い、ね、ああだ、いいね、漫画レンタルやっぱできる場所いいよね、うん、いいね。そう、確かにね、俺近場でなくなっちゃったから、最近だと減ってるじゃん。結構さ、昔とかもそうだけどさ、うん、本屋さんとかの DVD のレンタルとか行くとさ、はいはい、パッケージとか見えたり、これおすすめですみたいなのあるじゃん。いやー、わかるわ。だから Amazon のあれともいいんだけどさ、プライムビデオとか、うん、でもやっぱどれがおすすめなのかが分かりづらいよね、多分ね、全部おすすめしてくるからね、全部おすすめしてくるから全部おすすめだからAmazon とかね、だから新しいなんか予想外な、こういうのもあんだは、まあ、出てこないんだよ、ね、はいはいはい、わ、はい、かる、あの自分に合ったやつしか出てこないからね、そうそう、自分の新たな扉開けれないんだよね、あのおすすめであんまね、そうなんだ、わかるわ、めっちゃそれはね、あるんだよ、だ時々行くといいよね、ああやって、いやー、なるほどね、いや、ちょっと行かなきゃだな、俺も遠征まで行かないけど、行って行こうかな、いいよ、ね、だって家にいちゃダメだよ、やっぱりそこになんかやっぱり家とセブンじゃん、大体セブン、家とセブンじゃんじゃないのよ、別にセブン以外も行くわ、行くじゃん、セブンには行くけど、セブン以外も行くよ、一番くじはセブンなんだから、大体ファミマも行ったわ、この間ファミマの一番くじも引いたわ、ちょっと前に外出たと思ったら一番くじいや電車も乗って行くわ、別にセブン以外も行くわ、すげえな、なんで俺一番くじでセブンにしか行ってないと思われてんだ俺やばいやつだと思われてる俺はーい、はーい、うん、感じで、はい、ありがとうございました、ぜひ皆さんのおすすめ漫画もあれば、はい、コメントお願いします、ぜひ、はい、ぜひコメントでね、いただいてね、結構発見する時があるんで、ぜひ、ああ確かに、本当ね、僕時々見てるんですよ、あ、こんなのあるんだって死ぬんで、ぜひお願いします、はい、お願いします、はい、今日はここまでです、最後まで見てくれてありがとう、ぜひチャンネル登録お願いします、また星さんにおすすめ動画撮ってもらいたいぜって方、高評価お願いします、はい、次も見てね、明日も楽しみ、またね、トレザーの2番目のやつ読むか。僕たち
お願いします。海賊団と申します。